三台や、三回走や。三回走って九台か。うん。まあ、あるかもしれない。九台あるはさ、あろうもん。うん。わかった。そこまでいらんかもわからん。ああ。うん、ここはただ、ここはちょっと避けるだけだ。ちょっとね、ここね。この水溜りかな。うん。おい、渡辺さんに連絡取ってから。うん。ちょっと、電話してみるわ。うん。今ね、現場に引く採石をね、採石場に取りに行きました。まあ、現場からね、ここ、何分ぐらい ?20 分ちょいぐらいのところなんですけどね。今日なんか4トンダンプ、まあ僕は借りたのも入れて全部で3台あります。でもね、多分採石ね、10台ぐらいなんで、変な話ね、3台もいらなかったんですけど、まあとりあえずはね、3台でみんなでわちゃわちゃしながら回ろうということで、ダンプ3台でね、今日は回ります。多分1台3回ずつぐらいね、走れば終わるんで、往復4、50分としても3時間、まあ昼ぐらいまでにはね、終わると思います。今8時なんでね。こんな感じで今ね、採石を積んでます。入れたじゃん。これも入れたじゃん。あそこの吉島から持ってきた。あれ機械。うん、吉島から持ってきた。今のプロキャンプでしょ。うん。吉島にはこれあるの。こちらないの。うん。4月も5月もゴールデンウィーク明けぐらいまで全部埋まっとるよ、どこも。まあ、なんとか目が取れだろ。ああ、かもしれんね。ここに道の駅作ってポポの実売らないけんけ。どう？脚立、あれ、6台の落とせるネットで。ああ、あれじゃけね。うん、ここから上がれるように足場材全部こうて、ここからこう上がれるんですけど、こう見めよ、うん、で石だけでね、パイプ作めんじゃん、うん、階段作ってみる。階段あるだろ、6段7段か、うん、なんかあるよね。重たいの足、この前補助員があるのに抱え重たい階段。あ、鉄のやつやろ、うん、鉄のやつは重たい、アルミだったら軽いけどね。あ、鉄重たい、様子抱えんぐらい、うん、ネットで熊本は書いてあるもん、落としても持ってこれんじゃん。ああ、ちょっと遠いけど、大きいけど。うわ、乗らんわいの。ああ。今ね、ちょうど採石運び終わりました。
で、採石の値段が、44,550円。ね、4トン9台分ですね。なので、4トン1台5000円ぐらいですかね。で、4トン1台で3リューベぐらい乗るので、1リューベ1500円って感じですね。44,500円。今時間がね、お昼なんですよ。昼。なんでね、結局、3台でもあってね、3台ずつ運んで終わったんで、まあこのね、借りた分が1台あるんで、チャーターはね、1台で良かったんですが、まあ、おじさんがね、2台頼んでたんで、あれなんですが、で、4トンダンプ2台ですね。4トンダンプ2台分のチャーター料金がこちらですね。56,320円。まあ1台25,000いくらって感じでした。プラス消費税と。1時間3,000いくらみたいな感じで言ってたんですけど、まあ1日チャーターなんでね。まあ昼には終わったんですが、まあ場所によっちゃね、昼で終わると半日分で、切ってくれるところもあるんですけど、まあ大体はね、1日チャーターしてたら、半日で終わろうが、朝一で終わろうが、1日使おうがね、同じ値段なんで、まあこんな感じですね。合わせてちょうど10万円ぐらいですね。で、今ホームセンターに来てるんですけど、これね、入り口がちょっと、なんか水でね、ぬかるんでたので、そこにセメン混ぜて、少し改良して固めるって感じで、今、セメントをね、5袋買いました。5袋でね、2500円ぐらいですね。1袋500円なんで。で、あとこれですね。お腹空いたんでね。割れせんべいを食べながら、また現地にね、戻りたいと思います。ここら、ここらじゃない？ここかいね。ここかもしれん。ガチや。
子供が危のないけ。この上ないぐらいええわ。20、30台入るよ。あるよ、あるよ、ほんまに順番よ、出るやの。うん、まあ、そういうの10台ってこなる。うん、まあ、そう、大阪の来るけど役所で入るよ。